はどうなの？いい感じに見えるけど、いい感じというか仲良くなる。そう、うん、例えば文化祭の時とかもそのご飯作っといてくれたりとか、うんうんうん、そうしてたね。あとその文化祭のモデル同士での愚痴とか、うんうん、結構全部カイト君が聞いてくれた。そう言って出すから、なんかカイトに言いたいなってはなってた。そのなんかあると、じゃあちょっとなんて言うんだろう、支えというか、うん、その前が大変な時にそういう感じの存在になってたっていうことね、うん、へえ。まあそう見えてたけどね、うん、私たちはね2人でいる時間多いし、前とカイトが結構そう、そんな多いかな。いや多いよ多いよ、どう見てもそう。だからそれが原因だから、そもそも怒ってましたけど、ダリーって言ってたけど、あ、2人でいる時間が大事なんだって思ってたの。カイトに言ったのね、うん、なんかそのなんだっけ、電話来たんだっけな、前は昨日そういえば女の子たちと喋ってたけど大丈夫だったみたいな感じで電話しようって言われて、電話してて、でこうでこうでこうで言われて、で、まあ、自分も悪いところあったし、あとはなんかその相手もうちのこと気まずいって思ってる部分あったっぽいって言ったら、あ、そうなんだ、でもカイトと二人きりでいたいっていう雰囲気は全く出してないんだよねって言ったら、あ、ごめんそれ俺が出してたわとか言ってんの、あいつで、なんかでは、お前のせいじゃんみたいな感じで笑ってた。もう付き合ってますやん。付き合ってね。付き合ってますよ。付き合ってね。彼氏彼女の会話だよ。付き合ってない。怒られたけどね。普通にマヤも悪いところあるねみたいな。あ、そうなの。そうなの。今もし告白されたらマヤちゃんはどう答えるの？どう答えるんだろう。